ちゃうのね。ああそう、だんだん熱くなるんだもんね。うん、相手がね、相手を見てね、うん、弱いやつを徹底的に攻めること、ね、あ、麻雀の勝つコツは、うん、絶対ね、勝とうとしてたからね、うん、でそういう時は絶対運が逃れちゃう、うん、で相手3人をね、どんな癖があるからね、うん、やり方が、うん、役作りも癖があるから、うん、だからちょっと手の止まった時は危ねえなと思って不手配を見る手が止まった時だった、うん、そうしないと、もうテンパってるとね、もう態度で分かってくるから心理戦だね。それも、はい、勝とう勝とうと思ってやられちゃうんだ。そう、いや、弱いやつを弱らせたぐらいのつもりじゃない。僕らが安かったよね、50円ぐらいで安たから、だから負けたって1万円でね、それでおしまいっていうことに決めてた。ちょっと怪我がないでしょ。で、勝ったやつは終わったら一杯残念会やろうって、結局飲んじゃうから終わるよね、儲けた分はちゃんと振る舞おうってことでね、うん、そしたらあれだもんね、じゃないといつも 恨まれちゃうもんね、一点勝ちしてたらね、俺のお金とか言われちゃうもんね。10年ぐらいから帳面でやったりする、うん、そのあれはどうもとか言って、で、それの1割をプールするんで毎月、うん、でその上がりでもって旅行行ったり、強力な、うん、すごい健全なあれですね。そう、我々のね、麻雀グループはね、健全で、ね、メンバーが17、18人ぐらいだから、はい、へぇ、熱海なんかも行ったしね、湯河原に行ったし、だからあまりに儲けようとしてたらねんだよ、ね、うん、僕らはやっぱりあんまり勝ったりするとね、ひがみがでこう来るからね、で普段の仕事の関係もね、影響するのよ。あ、それ楽しくやってればいいわけだ。そう、うん、負けるとね、もうグダ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 ってね、いろんなこと言ってね、うん、人前でもね、言うからね、あ、そこそこ、もういつも勝ってんだからね、言われるとね、うん、他の知らないお客さんはね、あ、すごい人なんだと思われちゃう、うん、なっちゃうから、ね、困るんだよね